コバンザメさん、自然界を舐めすぎた圧倒的依存体質を持つ魚コバンザメ。コバンザメは世界中の海で広く生活している体長1メートルほどの魚。名前にサメとあるが、スズキ目の魚でサメとは全く関係ない。そしてみんながよく見るこいつは、必ず自分よりもでかい何かしらにくっついてる。あれは頭の上にある超強力な吸盤で、何の許可も得ずにピトッとしていて簡単には外れない仕様なのだ。そして大型のサメやクジラなどにくっついて餌のおこぼれをもらって生きている。このような片方が得をして、もう片方は特に不利益がない関係を語り調整という。常に何かにくっついて生活している様子は、彼女に依存しているヒモカリシみたいなのだ。そして大きいやつにくっつくことで天敵から身を守ることもできている。しかしジンベエザメにくっついていたコバンザメは視線を甘く見ていた。ある日メキシコの海で急に空から飛び込んできた。服に無理やり吊り去られる悲劇が起きた。しかも無理やり引っ張ると必死に抵抗するコバンザメの一部始終が動画に残っている。あまりも引っ張りすぎて今にもちぎれそうなのだ。僕も来年から親に語り調整するのだ。魚マスター。